松ヶ崎地区の市民運動会は、住民同士の親睦を深めようと、町内会長や地域住民などで作る実行委員会が毎年開いているものです。今回で61回を数える運動会には、松ヶ崎地区13町内の住民など、およそ230人が集まりました。松ヶ崎地区では、年齢を問わず誰でも楽しめるようにと、昨年から遊び心を盛り込んだ運動会を行っています。参加した人たちは、4つのチームに分かれて競技を楽しみました。当日は、13の種目が用意されました。2つの一升瓶を長く持ち続けた人が勝ちとなる競技では、各チームから力自慢が参加し、自分の限界に挑戦していました。でもこういったのもいいなと思うな、ちょうどよがもな、たまねぎです、そう思います。このほか、バランスを取りながら次の走者に旗を渡すリレーや、箸を使って小豆と毛糸をペットボトルに入れるイライラバトンリレーなどが行われ、参加した人たちは協力しながら競技を楽しんでいました。こういう運動会とかやった方がいいですね。みんな若い人がね、いっぱいいるのが見られるんで、ね、いろんな人いて楽しいなと思います。もっと続いてほしい。もっとたくさん競技に出たいです。1位になりたいです。運動会の競技で1位取れたのでめっちゃ嬉しかったです。大人と一緒に走ったりしたけど、楽しかったです。まあ、こういうのあってもいいと思います。今年の春から、昨年の60回の記念大会の反省も踏まえながら、種目をいろいろアイデアを出してもらいました。従来から、ある種目を取り入れながら、新しくこの室内でやる競技のことをみんなで考えて、イライラするリレーとか、そういったものを増やしたり、そして、まあ、従来から伝統的な競技はそれも取り入れて、新旧織り交ぜた競技となり、みんな喜んでくれたなというふうに思っております。みんな笑ったり走ったり、非常に賑やかな運動会でした。また来年も一つ頑張りますので遊びに来てください、みんな。お昼頃まで続いた運動会は、地域住民が一体となって最後まで大いに盛り上がりました。